サンダースローロンドン背部燃料増加タンクを装備したロンドン2イギリス空軍第204スコードローンサンダースロー A27 ロンドンはイギリスの軍用服用飛行艇製造はサンダースロー車で31機の製造に終わったがサンダースロー車にとっては最も多数生産された機種である1936年からイギリス空軍での運用が開始された 第二次世界大戦の勃発前には退役予定であったが後継機種であるサンダースローラーウィックが失敗作となったため一部は現役を続けた A27 ロンドンは空軍省の COR24-31 に従って開発が開始されサンダースサバーンを元としたロンドン及び同時期に開発されたスーパーマリンストランダーがイギリス空軍の服用 複数エンジンの飛行艇としては最後のものとなった。試作1号機はブリストルペガサス2空冷エンジンを2機を海水のしぶきを避けるために主翼上面に搭載し1934年に初飛行した。この1号機は1934年から1936年にかけて第209スコードローン及び第210スコードローンに配備された。 量産機はエンジンをペガサス3とし、1936年からハイビーが開始された。第11号機からはエンジンをペガサス X に交わし、ロンドンマーク2の名称が与えられた。初期生産分も後にエンジンをペガサス X に交換し、やはりマーク2と呼ばれた。このモデルはスーパーマリンサザンプトンの代替としてイギリス空軍、 第201スコードロンに配備された。1936年10月には、やはり、サザンプトンの代替として、第204スコードロンに配備された。同、スコードロンは、翌年にもブラックバーンパースの代替として、ロンドンが支給された。マルタ島の第202スコードロン、第228スコードロンにも配備された。 1937年から1938年にかけて第204スコードローンには5機のロンドンが配備されており、シドニー植民地設立150周年記念のためのオーストラリアへの長距離訓練飛行のため外部燃料タンクが装備されていた。外部タンク仕様の場合の航続距離は 4180km であった。1939年9月、 第二次世界大戦が勃発したが、ロンドンは依然として、シェトランド諸島、サロムボンの第201スコードロン、ジブラルタルの第202スコードロンに配備されていた。インバゴードンの第240スコードロンにも、1939年7月にロンドンが再配備された。これらに配備されたロンドンは、北海、地中海のパトロールに従事した。はに、 燃料増加タンクを装備して、航続距離を伸ばした。下翼に2000ポンドまでの爆弾、爆雷、または機雷を搭載することができた。ロンドンのパトロール任務は、徐々に、ロッキード・ハドソンのような新型機に代替され、また飛行艇としては、ショート・サンダーランドが配備された。何機かは、カナダ空軍に移管された。出展、ウォープレーンズ・オブ・ザ・セカンド・ワールド・ウォー。 ボリューム5フ,フライングボーツ初言性能武装。ありがとうございます。